はい、皆さんこんばんは。吉井綱さんやっていきましょうか、畠山のね。誰かな。これは吉井綱さんだね。はい、と。で、今回も人選間違えちゃったね。力攻め。力攻めでいっとくか。信繁さんはね、いいんですけどね。早碁。関西相手の兵の数が多くて。で、冷やか。冷やしかないのか。ああ、そうか、この人か。間宮さんだっけ。まあ、応援がね、たらふくいるんで、まあ、その辺は大丈夫かなと思うんですけど。まあ、絡めてよりも先にこちらの方が、二の丸、の方が、先、飽きそうですけどね。一部隊か。死守入ってね、減るかな。あ、まあまあだね。はい。で、で、早号かな。地味ですね、これね。あと何ターンかかるんだろうっていう。で、ヒヤか。まあ、絡めてはね、あの、陽動になってるんで、まあまあ、おお、すごいすごい。いいでしょうね。特技で、ダメだ。千なり秒単で。で、この人も、もったいない。もったいないな。んで、力攻めと。で、早碁を。どっちが先、この敵の備えが先落ちるのか、開くのが先なのか。あ、開くのが先だな、これ。あ、落ち、あ、いたわ。お、木下藤吉郎軍団が三好家の昇竜事情。おお。久しぶりに木下藤吉郎っていう字を見たような気がしますね。大抵あの松永さんをね、使うのに。ああ、壮観だね、これね。三部隊。雷神行っちゃおっか。雷神行っちゃおう。4000もあるからね。ほら、厳しいね。まあまあだね。あ、これは射撃で行こうか。で、教習だね。教習だな。で、あ、これも教習だね。あ、ごめんなさい、ちょっとくしゃみ出そう。あ、ごめんなさい。急に出ちゃった。あ、なんとかね、カットできましたけど。火は使えない。射撃する？減らないよね。でもさすがにね、15部隊いると備えの数が15個もあるとガンガン押せますね。あ、和議の使者が到着しました。穴に押しに参られたのかなと。降伏はしないでしょうね。あ、降伏するわ。このまま戦を続けてても、大和郡山城が落ちるのはもうもはや時間の問題。おう、いいです、いいです。あれ？大丈夫？これ、もう最後の一条だったと思うんですけども。違った？あ、市議三条があるのかな？あ、すごいすごい。でも今の筒井さんだったよね。あ、確か。777ってすごく、縁起のいい数字でしたけど、ゾロ目でね。まあ私パチンコとかしないんでね、あんま7関係ないんですけどね。あ、続いて滅亡しました。あー、合戦目標選びましょうか。引き続き。もう仲間にしてますもんね。昇竜事情。あ、ひーちゃんだ。こっち行けるのかね。あざい全然落ちてないんだけど。
ほう。いやー、本願寺行きたいけど本願寺はなかなか落ちないでしょうからね。じゃあこれ手伝いに行きましょう。はい、昇龍寺城でよろしいでしょうか。はい、南部信長様の軍団が二条城の攻略に、ああ二条城行ってたのか、失敗しましたぞと。あ、援軍来ちゃった。木下藤吉郎様の軍団が昇龍寺城を攻略しました。私も移動しないといけないね。畠山家の高山、まあ、智輝軍団が山名家の伊豆市城に攻め込みましたぞ。忙しすぎてもうわけわかんないね。さあ戻りましょう。どこ行くかなと。そうだね、上の3人と、あと、あ、小手田さんね。はい、教えてください。上の3人と、はい、島佐根さんね。はい、あつついさんね。で松倉さん、お、降伏してくるとは思わなかったね。小手田さん、はいはい、ありがとう。じゃあ行きましょうか。はい、お、大友ではございませんのか。贈り物ブーグ、はいはいと。でお次は筒井さん、これ純慶っていうもんだね。出家してるということかな。芸術品、はい、牧畜図と。で次は松倉さん、贈り物武具かな。綺麗な鎧着てるねこの人ね。ね、うん。であとは稲富さん、あー鉄砲の人だ。これも武具だと思うんですよ。はい、それなりって今言った違うか。はい、一色さん、贈り物書物で、次は小手田さん、畠山家の上杉謙信軍団が浅井家の沢山、あ、これ手伝いに行かないといけない。大友ではございませんのか。あ、手伝いに行く時間あるかな。何番トライ多分ないね。これちゃんと引き継いでおかないといけないね。さあ、城戻りましょう。おや、誰か来たなと。今日は大殿に茶を振る舞うと。吉弘秋忠さん、うーん、覚えてませんね。まあ私の部下にいたんだろうね。はい、橋姫、はいはい、締め寄られた方々と。あ、茶会開きましょうか、せっかくだから。はい、はい、結構なお手前でと。え、妻と話しました。あー、よいしょ。いやいや、休憩じゃなくて、表情ね。トモテルが伊豆市場に攻め入ってると援軍なしの有馬かもしれない。あ、これちゃんと言ってくれるか。昇進できる方、白石さん、白石さんね。あ、なかなかいい人ですよね。でまず上州2面だね。切り取ったかな、ちゃんと秀吉さん。あ、うん、東吉さん切り取ってるわ。大和郡山は私が自力で取ったとこだね。うん、うん、でそうだね。で今攻め込みに出るんだね、またね。うん、取り消してください。で拠点移動しましょう。もう次大阪城だけど、大和郡山城に行きましょう。ん、何の、何何、音が急に消えちゃったんだけど。あらちょっと待って、まあまあいいか。音が急に切れちゃった大丈夫かよこれ。決定をしましょう。大和郡山城に拠点を移すのじゃなと。はいはい、なんで急に切れたんだろうね。ちょっと待ってね。あ、いや、鳴ってるね、これ。私の耳にだけ聞こえてないの？これ、皆さんには多分、後ろの曲入ってんでしょうね。あー、これ嫌な予感がしてきた。ちょっとごめんなさいね。ちょっとごめんしてください。多分ですけど。あ、やっぱり。これ、壊れてんのかな？あ、復活した。皆さんとこ復活してますか？多分ね、多分皆さんには何ともなかったと思うんですよ。私の方でいきなり音が切れたんで。いや、っていうのもね、私あれなんですよ、今はヘッドホン、
アナログのヘッドホンをアナログ端子につけて、ヘッドホン端子につけて聞いてるんですけども、ちょっと前にね、あの例えば午前中にやった分、なんだっけあれ、原宿アフターダーク、原宿アフターダークは Bluetooth のイヤホン使ってたんですよ、楽なんで。で電池がなくなったんでね、で切り替えたんですけども、先ほど充電が終わって、あの線を抜いた、あの充電ケーブル抜いたんですけど、どうもそれで電源が入ったのかね、で勝手に PC の中で繋がっちゃったみたいです。で私の方に無音になったようですね、ちょっと回りくどい説明でごめんなさい、よくわかんないですね、うん、でじゃあ移動したので本拠に帰還ですね。でここに入って城を寄りましょう。お帰りなさいませと。で、鬼庭さん帰ってきましたね。で、表情のままに行きましょう。うん。で、ここでね、まず輸送ですね。輸送先をして、輸送、どの城から、小田原城ですね。小田原城誰かに任そうかな。決定。どの城に、こっちですね。はい。で、まず軍資金ですね。最大からちょっと2万貫ぐらい引いておきましょう。で、兵糧最大から、1、2、3、4、5万貫ぐらい引いておきましょう。で、兵士最大から、あ、もうこれでいいのか。うん。で、軍馬最大でしょ。鉄砲最大でしょ。大筒最大でしょ。で、これで、よしとしましょうか。で、これで OK にしましょう。で、じゃあ、主命の伝達だね、とりあえずね。で、攻めに行くのは、謙信さんのとこだね。だから、浅井に行かないといけない。っていうのをちゃんと覚えておかないとね。コマンドで自動振り分け、まあ、内政優先だね。で、この中でちょっと何人か残しときましょう。誰がいいのかなと、軍学、あ、春宗さんいるね。あ、みんな修行だわ。ちょっと待ってね。信綱さん、いないかい？信綱さん開けとかないとね。早く彼を。信綱さん、信綱さん。いないね。あ、いや、待てよ。真田だから、サーカー、サーシー。あー、いないね。えらくどっか行っちゃってるね。さーと、まあ、信綱さんは真田だね。うん、伊達じゃないね。え、伊達じゃないよね。自信なくなってきてた。うん。そうか、春宗さんがいるので、じゃあ、真田さん、えらく長いこと書いてこないので。吉岡さんって誰？ああ、これ前の人か。影明さん、ああ、足軽大将なんだ。稲富さん、ああ、この人、鉄砲がいいんだよね。それで行こう。おぶさん、あ、おぶさん連れて行こうか。ひょっとして野戦入るかもわかんないからね。あ、大山田さんもいいね。あ、でも侍大将か、まだ。あ、天勝さん、ダメか。病気か。あ、でももうなしなし。あ、いや、もうあと一人だ。あと一人、あ、佐竹さんにしようか。あ、柴田のかっちゃんもいるわ。かっちゃん連れて行こう。はい。おい。で、これで合戦でやっていきましょうか。まあ、お時間ね、良くなりましたんで。上杉の謙信さんがですね、浅井に攻め込みに行ってますので、手伝いに行ってください。それでよろしくお願いします。という形で、この辺で終わっておきましょうか。じゃあ、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。